岸田総理大臣は自民党の二階元幹事長と面会し、9月に行われる予定の内閣改造党役員人事や福島第一原発の処理水放出をめぐる中国への対応などについて意見交換しました。岸田総理は30日午後、自民党本部の二階元幹事長の部屋を訪れ、およそ30分にわたって会談しました。関係者によりますと、福島第一原発の処理水放出を受け、日本産水産物の禁輸措置などを決めた中国政府への対応や、2025年に予定されている大阪・関西万博の準備状況などについて話し合ったということです。また、9月に行われる予定の内閣改造・党役員人事についても話題に上り、二階氏は全面支援するから好きにやればいいと伝えたということです。